ままず国内にににししろろ世界にしろ非常に大きなな社会的な課題というのがあります例えば環境の問題ゴミがたくさん出てきてしまうとかマイクロプラスチックの問題とかあるいは健康寿命の増進少子高齢化でどん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 おじいちゃんおばあちゃんが増えてきたときにその健康を維持するか。で最後はそのエネルギー問題というのがあったりします。 でそういった問題をです、ね、僕はあのバイオハイブリッドっていう言葉であの解決できるんじゃないかなというふうに思っています。でバイオハイブリッドっていうのは生物と機械をこう融合させるようなあのそういったシステムなんですけど生物ってそもそもがですねものすごいエネルギー効率が高くでそれからその環境にも優しい例えばゴミにならないっていうのがあります。でそれから最後は人間とのインタラクションが生態材料なので非常にいいと。 あるいは人間に働きかけるような材料としては適当なんですね。で、そういうその生物を使ったシステムっていうのが世の中を変えていくんではないかなというふうに思ってます。バイオハイブリッドシステムには主に四つのアプリケーションがあるというふうに思ってます。一つはそのセンサー、もう一つはリアクター、これ化学反応器ですね。 でえっと、3つ目はアクチュエーターっていう,こういろんなモーターのように働くような駆動素子で最後はプロセッサーであの考えるための素子処理能力のある素子の,あの4つに応用できると思ってます。で今そういったセンサーとかリアクターアクチュエーターそしてプロセッサーは人工物でできてるんですけどそれが全部あの生体材料を組み込むことができればセンサーは例えば犬の鼻のように超高感度に、えっと、物質を検出できるようなセンサーが出来上がるだろうと。 でリアクターというのは化学反応器を模擬しているんですけど例えば人間の体の反応というのはほとんどが化学反応でできているんですがそれをミミックすることができれば薬の開発に動物実験や人の臨床実験が必要なくなるでアクチュエーターというのはロボットのアクチュエーションに筋肉が使えるようになれば無音で,で非常にエネルギー効率の高いアクチュエーターができるだろうと。う全く同じような 処理をあの複雑な計算を短時間でエネルギー効率よくできるようなまあそういう処理が生態と機械の融合で出来上がってくるんじゃないかなというふうに考えています。バイオハイブリッドに興味を持ったのはですね、私があの大学四年生の時に初めて研究室に配属されてあの卒業論文のテーマを決める時だったんですね。 でその研究室はあの昆虫規範型ロボットって昆虫と同じようなロボットを作っていこうということでで竹内くんその昆虫をちゃんと眺めて昆虫の,その素晴らしい機能を抽出してロボットに埋め込みなさいっていうふうに言われて僕はずっとこう昆虫をこう見てたんですけどなかなかちょっと僕にはその昆虫と全く同じようなものを作れないなと思いましてで作れないんだったら昆虫からそのパーツをちょっと頂い,いて。 で、ロボットにこうくっつけたら、あの昆虫のように動くんじゃないかなというふうに考えたんですね。で、ちょっと足だけをちょっとだけいただいて、で、紙コップで作ったそのボディにぺっぺっっとりつけてですね、電気刺激を与えるんです。で、そうすると、その筋肉がやっぱり収縮するんですね。電気刺激を与えて、で、昆虫がピクピクピクって、昆虫の足がピクピクピクってこう動くんですけど、その動きを見たときに、本当に生命らしさっていうのが、あの、見えてきたんです。 だから生物の素材をそのままその人工物と融合すればいとも簡単に、まあ、あの駆動するようなロボットができたり、まあ、あの今ではセンサーもリアクターも作れてたりするんですけど生物からいいところを取って機械と組み合わせるといろんな新しいものができるんだなってその時感じてあのバイオハイブリッドの世界にぐっとこうのめり込んだという、まあ、そういういきさつがあります。